刻んでいこうぜ、リンリンオブジョイトへ。本日6月27日、MK ディスタンス 1500m 当日でございます。40分後にスタートなんで、アップしてるとこです。緊張してます。とても。今日も1500なんですけれども、前回6月6日に4分13秒っていう自己ベストをしてるんで、今回も同じようなイメージで自己ベストを狙っていけたらなっては思っています。なので500のレースっていうよりは本当に 3000m 一桁チャレンジに据えて打ち上がらないように自己ベストを狙っていくので、突っ込んだレースっていうのはないのかなって思います。であと今日はですね、ケンチャン連メンバーが同じ組に結構出てまして、ケンチャン連メンバーともバチバチに争っていくので、ケンチャン連メンバー知らないっていう人は、普段ケンチャン連メンバーで練習して強くなってるんで、この人らの様式バトルかな、この人らに勝てるのかなっていう感じで、まあ見ていただければ幸いでございます。目標はぶっちぎりで1位取りたいです。頑張ります。頑張ってください。ダッシュで行こうぜ。さて、バックシューズは何でしょう。この間ベスト出したこちらですね。まあ非公認なんで一番自分が履きたいシューズ履きます。 2000mTT の動画が上がったんですけど、あの時ベイパーぐらい僕履いたんですよ。やっぱり僕感触ではビーパーよりもスカイの方が良かったっす。一番いいか、それが。そうですね、これが一番いい、これは恥ずかしい、これは恥ずかしい。僕の穴開いてないの見たことないんだけど。なんかさ、ファッション用とか穴開き履かないんだけど、なんかレースの時って機能性が良ければここがギュッてなってたり、滑り止めがちゃんとなってれば俺いいと思ってて、結構割と穴開き捨てないでずっと履いちゃうんだよ。はい、ということで僕の1500のレースも見ものなんですけども、今日のもう一つの見どころといったら、やっぱケンチャン連メンバーでの対決なので、ケンチャン連メンバー一緒に出る人らにちょっと話を聞いていきたいと思います。市民ランナー集団としては日本一最速だと僕は思ってて、フルマラソンサブ3は当たり前っていう集団なので、皆さん興味持ってメンバー覚えていただければなと思います。今日頑張りましょう。やだね。本当に嫌だね、今日はね。今日目標タイムは、目標4分20フルマラソン2時間46分だから。よしやる、全然早い。全然早い。フルマラソンこんな早い人が初のトラックレースっていうのも、あ、初なんすね。見物です。中学校以来 1500m なんて走ってないから。頑張りますよ、よしきに負けないように。萩さん、頑張りましょう。何を。皆さん、今日初めてバトルじゃないですか。僕なんか目標あります。4分2おはようございます。いいっす。フルマラソンのベストタイムは練習で2時間50分今日が初の戦後ですか。2回目かな。2回目。今日は4分2022年ぶりのスパイクです。今日はよろしくお願いします。お願いします。フルマラソンのベストタイムは2時間49分01秒です。早いということで、絶好調だと思うんですけど、練習中。そうっすね、最近調子いいんですけど。目標4分20ギリですか。4分20ギリです。僕4分23を2年前ぐらい出して、なので20ギリ頑張ります。はい、ありがとうございます。
ダッシュで行こうぜ。あ、先生頑張れ。ユース先生さん会えました。見てる方めっちゃ面白かったです。おお、お前何言ってるでしょ。あ、悔しい。何もできないレースでした。前回4分13で今回自信を持って行ったんですけども、前回の感覚とはまるで別世界だったというか、1周目69で全然入り速くないのに1周目からきつくて、あ、陸上って難しいなって思いながら何もできずにゴールして、正式タイムこう乗っていると思うんですけど、4分21ぐらい。悔しい。なんでだろう。悔しい。まあ悔しいな。言葉が出ないね。悔しすぎる。練習するしかない、ね、タイム出すことも大事だけど、安定してタイムを出さないと意味がないから。陸上難しい。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に。さようなら。あ、こっちだ。さあ、2分35秒目ということで、乾杯です。キュンからのバッキュカットされない。3分58ぐらいか。早い早い。4分18ぐらいから早いんだよ、俺に挑むなんて。結局、強い男なんだよ。早い男じゃないんだよ。強い男をね、惹かれるんだよ。乾杯だしね。もう何も言い返せないです。何も言い返せない。タイさんの今の言葉ちょっと染みました。そうでしょ。早いタイムじゃなく、強い選手になる。そうそう。もうダメだ。もうこれ動画は切った後も今日はハゲさん暴走する。